私は風俗で5年ほど働いていました。正直身も心もバラバラで、毎日早く辞めたいと思っていました。19のみそらで、親の借金の方に売られたのが最初でした。その後蒸発した両親に代わり、どうにかして借金を返し終えたものの、今度は悪い男に捕まってまた売り飛ばされます。助けを求めたくても、天涯孤独の身の上で、よく一生こんな毎日が続くなら死んだ方がマシと思っていました。幼い頃は幸せな家庭に憧れていました。素敵な人と結婚して、可愛い子供を産んで、優しいお母さんになるのが夢でした。なんでこんなことになってしまったのか。ある日ぐったりと疲れ果て、深夜の繁華街を歩いていました。その時にふっと甘い匂いに包まれました。場違いな着物の女の人が歩いているのです。彼女は豪奢な髷を結ってかんざしを刺していました。隣を歩く小さい女の子が真っ赤な傘を差し掛けています。時代劇で見た花魁そのままの華やかないでたちでした。驚愕に立ち尽くして、ただ見送る私の前を花魁はしゃなりしゃなり優雅に歩いていきました。絵も言えず妖艶な流し目は同性でもぞくりとします。私が見ているのは幽霊なのでしょうか。しかし恐怖よりは憧れと羨望が胸を締め付けました。バスへの風俗場にしてみれば、その花魁はあまりに眩しすぎたのでした。間抜けに口を開けて見送っていると、やがて花魁は消えてしまいました。後にはただおしろいの残りがだけが漂っています。またあの人に会えるだろうか。その夜から私は同じ道を使って駅に向かいました。結論から述べて、会える時もあれば会えない時もありました。それは本当に運としか言いようがありません。強いて言えば、私が落ち込んでいる時、疲れている時の遭遇率が高いです。風俗場に説教するのが好きなお客に当たった時、乱暴な客に当たった時、嫌なことがあった帰りの夜に花魁を見かけると、塞いだ心がふっと軽くなりました。今だから告白しますが、私は花魁に一目惚れをしていたのです。同性でも関係ありません。初恋でした。彼女の姿はそれはそれは美しく、矜持と気概に満ち溢れた姿は輝いていました。またあの人に会いたい。そのためなら辛い仕事も耐えられる。なぜ深夜の繁華街に花魁の幽霊が出るのか、なぜ私にだけ姿が見えるのかはわかりません。もともと霊感などはないはずでした。同僚の子に相談したところ、心の病気だよ、目の錯覚でしょとか散々に笑われました。誰も本気にしてくれないのはがっかりしましたが、やっぱり私には花魁が見えるのです。3ヶ月後の夜、仕事を終えて夜の繁華街を抜けながら、
私は名前も知らない花魁のことだけを考えていました。どうせ帰っても寝るだけですることがありません。わざとゆっくり歩いているのが災いしたのか、背後からぬっと飛び出た黒い影に気づきませんでした。静かにしろ。目だけを動かして確かめてみると、三人組の男たちがひげた笑いを浮かべていました。そばには白いバンが止まっています。そういえばこの辺りで女性を狙った事件が相次いでいると聞きました。私は不運にも犯人たちに捕まってしまったのです。はあ、もうダメだ。口を塞がれて観念した時、またしてもおしろいの香りが漂ってきました。あの人です。男たちは鼻先をかすめる匂いに困惑しています。おしろいなど嗅いだことがないでしょうから、当たり前といえば当たり前です。なんだお前は。男たちの視線の先に花魁が現れました。とても怖い顔をしています。般若のような形相です。彼女は恫喝にまるで怯えず、背筋を凛と伸ばしてこちらにやってきました。その気迫に男たちがたじろぎ、私を放り出して逃走を企てます。最後の一人が乗り込むのを待って車が出発し、花魁の人にらみで大幅に道をそれ、電柱に激突しました。大破した車の窓から血まみれの片腕が垂れています。私はすっかり腰を抜かして垂り込み、花魁と対峙します。花魁がふっと伏せた目に悲哀の念が過ぎり、真っ赤な唇が開きました。あんたも区会にいるんだね。え？一瞬何を言われたのか分かりませんでした。きびすを返して闇の奥に去っていこうとする花魁に虚しく手を伸ばして叫びます。またあなたは誰？どうして出てくるの？初恋の人の正体を知りたい一心で追いかけました。男たちに拉致された恐怖に花魁の素性を知りたい好奇心が勝ち、懸命に足を繰り出します。花魁の背中を追って走り続けた先にはお寺がありました。ここ途中で異変に気づきました。鼻先をかすめるおしろいの匂いが線香の匂いにとって変わり、花魁の髷がしどけなく乱れ、蓮の茎のように伸びたうなじの肉がそげ落ちていきます。肉の下から見えてきたのは骸骨でした。着物はみるみる色あせてボロボロになります。私の目の前を歩いているのは豪華な打ち掛けを羽織った骸骨でした。骸骨がお寺をくぐっていきます。そこで見失いました。鳩に広がるのは闇ばかり、線香の匂いが強く香っています。なぜだかボロボロと涙が流れて止まりません。悲しくて切なくて苦しくて、その場にしゃがみ込んで号泣しました。後日
昼間のうちにお寺を訪れ、立て看板を読みました。そこには天涯孤独の遊女が死後に運ばれた投げ込み寺でした。江戸の遊女たちは借金の肩に売られ、結核や性病を患い、若くして亡くなる者が大半でした。遊女たちは墓も建ててもらえず、ただ穴に投げ捨てられたのです。私が出会ったのは悲しい遊女の霊だったのでしょうか。お寺に入って供養塔を拝んでいるとき、お線香の煙がふわっと広がって、女の顔をかたどりました。見間違えるはずもない花魁の顔でした。私は涙ぐんで彼女と向き合い、そっとキスしました。煙の味がするキスでした。煙でできた花魁の顔が儚げに微笑みます。瞬き一回の後に煙は薄れて消えてしまい、永遠のお別れとなりました。現在私は店を辞めて資格の勉強をしています。もしあの人に出会わなければ、やり直すきっかけはつかめなかったと思います。あるいは昔の自分によく似ている私を放っておけず、メイドの花道を見せてくれたのでしょうか。真相は不明ですが、今度もまたお寺に行き、彼女の冥福を祈って、お線香をあげたいと思います。